皆様こんばんは。星空の歌、皆川るる子です。さて今夜のお客様は声優の神谷明でございます。どうぞよろしくお願いします。神谷さん、はい、来てくださってありがとうございます、はい、5月の8日金曜日から全国公開されます映画劇場版シティハンターエンジェルダスト。シティハンターの世界観どうやって作られているのか、はい、ぜひ本編でお話よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう私心拍数上がりっぱなしでございます。僕も嬉しくていっぱい喋りますよ。はい、神谷さんご自身についても少し触れられればなと。もうどんとこいです。You're listening to BlueRadio.com。さて今夜のお客様は声優の神谷明さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。まあ神谷さん来てくださってありがとうございます、はい、いえいえ、もうあの前回もとても楽しかったので今回も楽しみにしておりました。嬉しいです。またこうやって星空の歌の本編に来てくださって、はい、今回はですね、ですのでちょっとまあいろいろと情報があると思いますが、はい、今日は、神谷さんについてもちょっと掘り下げていきたいと思っておりますので、ぜひお付き合いよろしくお願いいたします。お願いいたします。もうね、第一声から私も神谷さんのお声聞くとやはりちょっとシティハンターのファンといたしましては、はい、ドキドキが止まらずちょっと興奮気味でございますけれども、まあ、ですからあのサイバー寮の声というのは地声に一番近いんですよね、はい、そうですよね、うん、そうなんです。寮の声って神谷さんの地声でやっぱりいらっしゃるところ近いと思うので、はい、普段からそのお声でいらっしゃる、すごくこちらはドキドキしてあのラジオとかもおやりになられてると思うんですけど、はい、そういうのも皆さんきっともうそれだけでドキドキが止まらないと思うんですけれども、でもそれもありがたいことですよね。はい、もう切っても切り離せない存在というところではあると思うんですけれども、うん、まあ、今回もねこの星空に来てくださって、まず皆様も、まあ、このね、お話からしていきたいなと思うんですけれども、はい、映画、はい、劇場版が4年ぶりにまた公開。そうなんですね。なんかあの聞いたのはもうだいぶ前になるんですけれども、そうだったんですね。やっぱりまた作ってくれるということで、本当嬉しかったですね。劇場版シティハンターエンジェルダスト、はい、ということで、うん、まあ本当にファンとしてはみんな待っていたこの4年間だったんじゃないかなと思うんですけれども、ね、はい、はい、神谷さんご自身もやはりこの劇場版というところを聞いた時にはすごく思いがございましたでしょうか。ですね、あのまたあの出演者全員まだあの現役でお仕事をしているんで、わあ同じメンバーに会えるというのがなんか一番嬉しく楽しみなことでしたね。ありがとうございます皆様。本当に僕も嬉しいですね。はい。あの神谷さんの方から、うん、まあ、まずはこの今回の劇場版シティハンターエンジェルダストのちょっと見どころなんかも聞いていきたいなと思うんですが、はい、そうですね、今回は何と言っても、うん、武藤康之さんの脚本が素晴らしいんです。で、あの武藤さんもシティハンターのファンで作品のことをよくご存知だったので、だからもうそういう方が作る作品ですから面白くないはずがないんですよね。はい。で、あの、絵もものすごく綺麗ですし、TM の音楽も素晴らしいし、はい、で、あの、レギュラー陣の演技がですね、なんか前作より以上にパワーアップして、
素晴らしかったんですよ。ですからそういう意味では見どころいっぱいなんですが、もう一つ付け加えるとしますと、カーアクション、これもまた非常にやっぱりアニメならではという楽しい演出があったりして、それからやっぱり最後に、ゲストの主役と戦うシーンとかあるんですが、それももうなんていうのかな、もう息もできないぐらいに迫力があって、あとまあなんといっても香りのトラップをクリアする量のアドリブシーン、面白かったですよ。あー楽しみ。はい、だから見どころが本当にたくさんある作品ですね。はい、もう量と香りのね、やりとり、またちょっと胸キュンする場面もあったりするのかなとか。そうですね。で特に香り役の井倉和恵さんが、はい、まあ良かったですよ今回。だから本当に量と香り作品の中ではになっていますけれども、もう本当に自分のこう心臓がガッて掴まれるようなシーンもあったりして、いやーいくらさん素敵でした。もう本当に冴羽りょうというキャラクターももちろんそうなんですけれども、はい、周りを固めている周りの人たちもあっての冴羽りょうの魅力だから、やっぱりねそういう、はい、キャスト陣の皆様が高熱がこもってくると、さらにまたねシティハンターの魅力っていうのが、そうですね、あとね浮き彫りになってくる海坊主役の源田鉄章さん、はい、今回実は何回かに分けて収録したんですが、同じスタジオにいてくださって、で、なんかもう一言言うたびに、こう、癒されるというか、包まれる、まれるというか、源田さんの声すごいなと思いながら、やってました。なんかまさに海坊主的な、もうちょっとこうね、支えてくれる。そうなんですよね。なんかこう、物静かな中でポロッという言葉がすごい聞きますよね。聞きます、聞きます。で、かっこいいしね。本当に。でも声もいいし。はい。そうですよね。まあ、4年前のね、この新宿プライベートアイズも見させていただきましたけれども、はい、この時もかなりのシティハンターファンの方たちじゃなくても劇場に訪れたっていう、この興行収入もすごかったですけれども、そうですね、話題にすごくなりましたよね。だからこれだけ、シティハンターファンっていうのが隠れていっぱいいたんだっていうのもすごく感じられて、そうですね、すごく、興奮冷めやらずでいたんですが、またこれでねえ、はい、前作ももちろんそうだったんですけども、今回はより以上にたくさんの方に見ていただきたい作品に仕上がったので、通常ですと一度ご覧になってくれた方が口コミで、伝えてくれると思うんですが、今回はそれを大いに期待して、前作よりもたくさんの人に見ていただきたいなと思って。そうですね。もう口コミもさることながら、もう最初からドンといそうな気もね、なんかするなっていう、なんか勝手に私は思っているところではありますね。僕らの望みではあるんですけど、ただ、公開が近づいてきまして、すごく自信があったんですけど、だんだん大丈夫かなっていう気持ちになってるというのも正直なところなんですよ。そんな。いや、もう今回はね、しかもそう、話題性も結構あるというか、まあ前回もそうだったんですけれども、はい、Whatever Comes という、オープニングがね、新しく TM ネットワークさんが作った。はい、オープニングとあと何曲か新しい曲がありまして、はい、いやーいいですよ、はい、先行でねデジタルリリースはもう6月の14日に始まっておりまして、そうですね、はい、消えて皆さんも聞いてらっしゃるかとは思うんですけれども、CD としましては9月の6日に発売されるということなんですけれども、はい、まあこの DM ネットワークさんといえばやっぱりこう
シティハンターとやっぱり思ってしまうところもかなりあると思います。うん、ゲットワールドとかね、あるし。僕ら、収録の前に、一応、DVD で、映像を渡されるんですが、はいはい。その時、何も入ってないですよね、音は。うん、うん、うん、うん。でも、今回は、TM さんの曲は、入ってたんですよ。すごいスペシャル。それで、それを聞きながらリハーサルをやり、最後に、ゲットワイルドを聞いたときに、ちょっと泣きそうになりました。すごい曲だなと思って。もう、今私も泣きそうです。なんか、もう、なんていうんだ、シティハンターって、やっぱりこの、音楽と共にあるところってすごくありません、ね、神谷さん、はい、うん。すごい名曲がたくさんあるので。あります、あります。はい。この音楽で盛り上がってくるところっていうのすごく力があるし、はい、そういう意味でもシティハンターの魅力って、多くの広いファンが多いのかなと。そうなんですよ。だから、シティハンターっていろいろな要素が、こう一つになってできた作品なので、だからなんか正直言うと、そこに自分がいて幸せだったなと思いますね。はい。原作も面白いしね。はい。原作も面白いけど、アニメ化にされた時のもっと世界観が広がった、はい、やっぱり音楽とか、まあ声優さんのお力とかもたくさんあると思うんですけれども。そうですね。なんか総合、なんかエンターテインメントになってるっていうのがすごい。はい、だから今回も総監督が児玉健二監督なんですが、うん、はい、はい、はい。もうやっぱり児玉さんがいてくれるっていうんで、安心。みたいなところはありますね。もう最初から一緒に作ってきて、はい、もっこり監督とか言われてましたから。はい。そうですよね。でも児玉さんがいてのやっぱりこの世界観っていうのが。そうなんですね。で、北条さんも、しっかりストーリーチェックはされて、はい、だからその武藤さんの脚本がより、こう、うん、しまったというか、面白くなったというかね、だから今回ももう全員で作ってるっていう感じですね、うん、そうですね、はい、シティハンター愛がもうスタッフからも感じますのでね。そうなんですよ。ファンの皆さんは見逃せないと思いますけども、はい、で今回ね、ゲストに沢城みゆきさん、はいはい、から関智一さん、うん、あと木村昴くん、あと、まあ、最近発表になったんですが、はい、世界さんと、それから山ちゃんですね、が出てくれてて、で、僕、試写を拝見したんですが、いや、みんな上手。だから逆に言うと、はいはいはい、あ、助けていただいたという感じですかね。わあ、すごい。皆様、今、泣きながら聞いてるかもしれない。神谷さんに、そんな言って。だから、沢城みゆきさんの、アンジーという役なんですが、本当に大変な役で。で、一番最初、シナリオを読んだ時に、誰がやるんだろう、できる人いるのかな、というふうに思い、ただ、僕、パッて浮かんだのが、沢城みゆきさんことだったんですよ。それはフランス版のシティハンターの時に、香りをやってらっしゃって、そうですよね。その演技を拝見して、うわ、うまいなと思っていたので、で、今回全く違う役ではあるんですが、もう見事でした。はい。だから関さん、木村くん、沢城さんは見事です。うん、わあ。はい。で、世界くんと山ちゃんはいい味出してます。はい、すごい。わあ、すごいですね。豪華豪華で。いや、豪華ですね。ありがたいです。ねえ、ぜひ皆様、もうすぐでございますが、9月の8日より全国ロードショーで、でね、はい、公開されますので。ぜひ、足を運んでいただければと思います。
radio.com。 今夜の歌、銀座にて、作詞隅田川みどり、作曲神尾健一、歌は私です。古い漢字キュンとするの、懐かしいのホッとするの、大人たちが弾ける街、銀座六時笑顔見せて、ああ夢の街は胸に秘め、もう少し、ああ、あなたがいるここにいる嬉しいの。まあ、神谷さん今日ね、はい、来ていただいて、もういろいろと、うん、もう神谷さん来てくださるなら何話そうって、はい、もうすごい思いが巡ってしまって、もちろん。もう何でも聞いてください。もちろんね、まあ私も本当に子供の時から、冴羽りょうさんのファンで、はい、こういう男性を見つけようと、本当に子供の心ながら、もう憧れ。そういうキャラですよね。そう。りょうちゃんはね。まあそういうこともあるし、神谷さんご自身についてもちょっと迫っていきたいなと思いますが、前回ね、この星空の歌では、武論尊先生の仕事ということで、神谷さんもご登場いただいたんですけれども、神谷さんのね、プロフィールを、改めて見させていただきますと、はい、テアトルエコーさんに、在籍した時期があったということでございますけれども。もともと、演劇は高校時代、友人から誘われて、始めまして、で、一度就職をしたりして、間はいたんですけれども、働きながらアマチュア劇団でお芝居をやりまして、で、そこで3年ぐらいやってるうちに、プロになりたいという思いが芽生えてきて、で、いくつかある劇団の中から、テアトルエコーを選んだんですが、それが、僕にとってみれば人生の大ラッキーでしたね。まあ、もともと喜劇が好きで、そういうものをやりたいと思っていたんですが、テアトルエコーも全く同じような、思考の劇団で、ブルバルというフランスの喜劇とか、当時井上久志さんを座付き作家に迎えて、本当に日の出の勢い、もううなぎ登り人気も、という劇団だったんです。ですから、当時の先輩たちの油の乗った素晴らしい演技を、見させてもらって、それが僕の礎になってるんですね。で、それだけではなくて、エコーに入って驚いたのは、いわゆる芝居だけでは食べていけませんので、いろいろなお仕事をテレビや映画や、まあ、ラジオでナレーションから CM までやってらして、そういうまあ、お仕事の中に、いわゆる声優のお仕事があったんですね。で、僕入った時、そういう意識はなかったんですけれども、ある時、番組のオーディションに受かりそうになって、で、僕何も経験してなかったんで、マネージャーがびっくりして、当時エコーがキャスティングボードを握っていた魔法のまこちゃんというアニメーションがあったんですよ、そこに入れてくれて、それがきっかけで広がっていった。でも、その前にそのいわゆる声優のお仕事をやっていた先輩のことをお話ししますと、
海賊トラヒゲという役をひょっこりひょうたん島で演じていた熊倉和夫さん、それからルパン三世の山田康夫さん、銭形のとっつぁんの納屋五郎さん、あと役名で言うとアッコちゃんがいて、サリーちゃんがいて、ハイジがいたんですよ。すごい。もう先輩たちがそうそうたるメンバーで、なおかつ声優というお仕事にこうレールを敷いてくれていて、さっき言ったマコちゃんでそのレールに乗っけていただいて、あれよあれよという間にここまでやってきちゃった。だからテアトルエコーに行かなかったら30ぐらいで役者辞めていたんじゃないかなって思います。そしたらこのお声も聞けずにいたのかもしれませんものね。で、だからその声がいいとか、声優のお仕事に向いてるとか、どんなキャラクターがいいのかなんて全く分かんなかったです。全部見つけてもらいました。はい、でもそういうふうな、まあ、もともとやっぱり役者さんをやりたいと思っていたところに、その声優さんというお仕事にこう、なんて言うんでしょうか、シフトがこう、行っていくっていうところでの葛藤っていうのは、神谷さんの中では、どういうふうにあったとかなと。やっぱり、みんながね、その、劇団員っていうか、研究生の仲間が、どんどんと舞台に、出ていくんですよ。ところが、僕は本当にキャスティングされないんですね。で、地方公演とか、若手の地方公演だから入るかなと思うといない。なんでだろうと思って、まあ、いるうちに、その、声優のお仕事が忙しくなってきて、で、やっぱり、中途半端な気持ちではいけない。それと、これだけその舞台に出るチャンスがないということは演劇人としてはダメなのかなという感じで、で、声優一本に絞ろうということで、もう舞台は諦めて、声優としての道を歩み始めました。わあ、それもやっぱり今のこの神谷さんがある一つの理由なのかもしれませんね。ところがね、後になって、当時のスタッフに聞いたんですよ。なんで僕ね、みんなが出てる舞台にキャスティングされなかったんだろうって言ったら、お前、何言ってんだ、まあ、忙しかったからだよって言われて、って、そんなことならやめなかったのに。と思いました。でも、もうでもそれだけ、もう声優さんとしてのお仕事が、もう結構もうずっと詰まっていたからっていう。そうですね。稽古に参加できなくなっちゃうということだったと思うんですね。全くその、そういう暇がなかったわけじゃなくて、みんなが集まって稽古やってる時に、何度もこう穴を開けてしまうっていうのは良くないですもんね。まあでも、それだけやっぱり声優さんとしてのこう、資質というか、ポンと行ってしまったっていうところが。そうですね。ありがたいとは思いますが、当時の自分としては、そうですよね。すごい複雑で。そうですよね。でもその中でよくそういう決断をなさって、声優さんの方に一本絞ろうっていう思いが、できたなっていうのが、なんか、やっぱり人間どうしたって。ね、絞ろうと思うぐらい、お仕事としての道が開けていたんですね。はい、そう思います。なるほどね。そしてまた声優さんというお仕事もとっても魅力的であったということ。はい、もう一番最初に、スタジオに行った時に、僕、台本の持ち方も、マイク、の前の立ち方も知らなかったんですが、全部見ながら覚えたんですね。でも、一つ一つが面白くて。だからやっぱり、
最初は先輩見てすごいなと思いました。それと面白そうだなと思いました。はい。でも神谷さんのそういうお人柄がまずなんか成功の鍵にもつながってるのかなと今やっぱりポジティブに思っていく。そして興味を示していくという意味では、うん、本当にその時から変わってませんし、僕がプロに行くって。アマチュア劇団の主催者に話したときに、うん、お前は背も低いんだから、うん、舞台っていうのは、やっぱりその見た目っていうのも大事だから、無理だからやめろって言われて、うんうん、で、その時に、そうか、僕はそういうハンデがあるんだから、それにめげず頑張れって言ってくれてんだ、思っちゃったんですもん。いい加減ですよね。で、当時、僕が、今の自分に相談されていたら、うん、死んでも止めます。泣いて止めます。本当。そのぐらいやっぱりあやふやな、曖昧な自分だったと思いますね。だからよーく頑張って、みんなの手を借りてここまで生きてきたなと思いますね。本当に幸せですね。出会いも良かったですね。もう、本当だからもう、すべての出会いが自分を作ってくれたんだと思いますね。またそれを大事になさったからこそのね、そうですね。長年のお仕事につながってるのかなと、はい、もう続けてくださってるからこその、まあ、今回のね、シティハンターの劇場版にもつながるわけですから、もう本当にもうありがたい、もう本当に嬉しい限りで。私、びっくりするのが、うん、皆さんお声が変わらないじゃないですか。変わらないんですよね。どうして本当にどうしてと思いますが、今から3、40年前だったと思うんですが、ひょっこりひょうたん島のリメイクがあったんですよ。うん、で、そのスタジオに新人として呼ばれて、先輩とお話ししているときに、神谷ちゃん、みんな声変わってないのよ。声って変わらないのよねって先輩に言われて、僕も今その先輩の年超えてますから、うん、あの時聞いた先輩の言葉を実感として感じてます。変わんないですね。この、でも、人間ってそうっていうわけじゃなく、うん、声優さんだからこそのその特殊能力というか、やっぱりなんかそういうのがあるんでしょうか。一種の現役で職業病的な、うん、お仕事をやっているということが一番大きいかなって思いますね。だからやっぱり前回も今回も、うん、やるって聞いてから、はい、僕自身はリハビリじゃないですけれども大きな声を出す練習と、いわゆる滑舌の練習は、うんうんうん、こっそりやってました。やっぱり、やっぱりそういうね、日々の努力というか、たまもので、だって、うん、他のレギュラーの皆さんも同じように、されてらっしゃると思いますね。特にこの、りょうという人は、うん、叫び声も結構あるじゃないですか。そうですね。今回も叫んでました。アクションだし、ねえ、うん、アクションもあるし、はい、そしてやっぱりコメディーなところもあるから、ね、いろんな、この、起伏というかね、はい、そういうものが結構あるので、うん、やっぱそういう意味ではすごく、声が張る部分と、はい、こうシリアスな部分とっていう声の使い方っていうのでもだいぶ喉のね、なんかこう使い方が違うと思いますから、やっぱり基本的に強いのかなと思うんですが、うん、この声でやろう、あの声でやろうというよりも、なんか北条司先生の作ってくれたシティハンターの亮という役、うん、そしてシティハンターという世界で、うん、なんか遊ばせてもらってる感じがするんですよ。だ無理なくギャグの方からシリアスの方に、ストーリー自体がきちんと作っていただけてるんで、いけちゃうんですよね。ものすごくおちゃらけていて、次のシーンで2枚目でっていうのはないですから、そういう意味ではだんだん、ちゃんと気を使っていただけてるんで、うん。今回の、
こう寮の過去に迫っていくっていうところもね、うん、ありますからね。なんかそういうところが隠された秘密の部分だったりするところありますから。そうですね、それをキーではあると思うんですが、そんなこと忘れちゃったらおかしいけど、ストーリーの伏線としてあるんですけど、それよりも何よりもストーリーがすごいんで、そうなんですよ。よくこんなストーリー作ってくれたと思うぐらい。いやもう本当に早く9月8日にならないか。いやもうね、見ていただきたいと思うし、僕も初日に見たいと思いますもん。ああ、もう。はい、皆さんと一緒に。こっそり。いやー、カメラさん一緒に見たい。いや、僕ね、鈴木亮平くんが、はい。スピハッタの大ファンなんで、はいはいはい、で、前回、見に行くっていうから、あ、一緒に行こうよって言ったら、ダメ、一人で見たい。あ、でもその気持ちもわかるかも。そうなんですよ。あ、そうだよね、と思って、はい。なんかみんなで見に行こうじゃないんですよね。うん、私のシティハンターを見に行くみたいなね。きっと、ここでみんなと思ってると思う。そういう感じではないかなと思いますね。うん、ね、今鈴木さんも、ネットフリックスの方で、ね。そうなんですよ。もう発表されましたもんね。今年アニメーションで、はい、来年は実写で、はい。それもりょうちゃん大好きな鈴木亮平さんがやってくれるというので、安心。楽しみなんですよ。神谷さんは鈴木さんともね、校長とお話をしたっていうのも。そうなんですよ。連絡取り合って、で、また会おうねとは言ってるんですが。じゃあ鈴木さんももう本当に神谷さんとこうお話しできるっていうことで、やっぱりいろいろと吸収したい部分がある。ではないかなというふうに思うんですか。そうであればありがたいなと思うんですが、香織役のいくらかずえさんとか、北条さん、それからプロデューサーの諏訪道彦さんとみんなで、はい、お食事をしたりなんてこともあるんですよ。すごい、もうそこでもシティハンターの交流会というか、う作る次の作品を作るためのりょうへいくんなんですよ。もう本当にもうずっと言ってらっしゃったそうですものね。そうなんです。俳優さんになるのもいつか寮をやれる。そうなんです。っていうね、なんかそういう。ね、夢が叶ってよかったねっていう感じで。ですから相当こだわりのある寮ちゃんを見せてくれるんじゃないかなと思って、来年も楽しみなんですよ。ねえ、これまだまだ続いていくっていうのがすごくファンとしては、もう興奮がちょっと収まらないです。そうですね。で、やっぱり北条司先生がね、僕なんかまあ北条さんって言ってるんですが、彼がやっぱりすっごく嬉しそうなんですよ。喜んでくれてて。だからそれも嬉しいです。そうですね。もうほぼ友達ですから。はい。わー、すごい素敵。やっぱり、スタッフの皆様がそうやって楽しんでいらっしゃって、作っていらっしゃるっていうのが、やっぱりこういう作品に現れてくるのかなって、つくづく思いました。そうですね。だから逆に言うと、ゲストの出演者の皆さんも、それから、作品を直接作ってくださってる皆さんも、おそらくシティハンターファンではないかと思うんですよ。だからもう、隅々に愛が溢れてるっていう感じがします。私は最近毎日神谷さんのチャンスを聞いて、ありがとうございます。亮の声を聞いて、恥ずかしいです。もう本当にね、もう小さい時から、もうそれこそ、自分で買ったデッキで聴けるようにって言って、CD を買って、で、はい、もうそればっかり聞いて。ありがとうございます。はい、今でこそこう、アニソンとかっていうくくりになってますけれども、はい、その前からの、なんて言うんだろう、こう、世界観がもうできている曲が何曲も揃ってるっていうのが。はい、ですから、諏訪さんと、もう一人制作会社のプロデューサーの上田さんという方がいらっしゃるんですが、この方たちでシステム作ったんですよ。ですから、ありがとうございます。ゲットワイルド途中から入ってくるけど、あんなことやっちゃダメだったんですって。普通本編が終わって、CM があって、エンディングなんですって。そうか、そうか。これあのまんまエンディングいっちゃってるから、フォーマットを
あの作品だけ変えたみたいです、各局で。そうか。だからうわそんな無理をお願いしてたんだと思って、でもやっぱりもう入ってくる、ゲットワイルドがあそこに入ってくるから、そうなんですよ、最後のシーンの流れで、なんか回想シーンというかちょっとねこうなってくる自分の中でも、よく本当にあんな素敵なエンディングをね作ってくれたと思いますね。ねえ、もうあの楽曲とかがもう本当にすごい、スーパーガールもそうだし、ここからもうずっとシティハンターの年になっていくのかなと、ちょっとズルズルなっていくのかなと私はもう期待して、今年の4月から12月いっぱいぐらいまではなんかもう浸っていたいと思いますもん。本当にね、わあ、神谷さんご自身もそう思ってらっしゃる、はい、ね、今回かなりの熱が入った、割と前回もロングランしてくれたんで、今回もそうなったらいいなっていうふうに思ってるんですよね、そうですね。でそうなると例えば100万人突破御礼という舞台挨拶が増えたりとか、あ、ぜひ皆様頑張りましょう、ね、生神谷さんに会えるように皆様、本当にですから、9日に、おそらく東京近郊、それから次の週、名古屋とか大阪とか行かせてもらうことになってます。皆様お待ちくださいね、はい、全国の皆様、もう本当に待ち遠しいでございますけれども、はい、9月の8日より全国ロードショーにて行われます劇場版シティハンターエンジェルダストということで、皆様ぜひお楽しみくださいませ、はい、よろしくお願いします。神谷さん時間が足りないけれども、そろそろ締めてくださいと、あのお話をさせていただいてありがとうございます。ああ貴重なお時間ありがとうございました、また凱旋放送とかで呼んでください、ぜひ、はい、もうもっともっと声優神谷明と、ね、お仕事としてももっともっと掘り下げていきたい、そうです、まだまだ聞き足りないところがありますので、ぜひこれに懲りずに遊びに来てください、またぜひ呼んでください、楽しみにしてます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。もう幸せすぎ神谷さんから劇場版シティハンターエンジェルダストのお話を伺えるなんて、まあなんて贅沢な時間でしたでしょうか。シティハンターファンのみならず、皆様に今回の劇場版は見ていただきたいわ。そして必ず皆様ファンになってしまうことでしょうコメディー、ハードボイルドアクション、ラブストーリー、楽曲ももちろん魅力あふれる作品です。みんなでサイバリョウに会いに行きましょう神谷さんまたお待ちしております。皆川るる子の星空の歌、今週はこの辺で、ではまた来週まで、さようなら。ブルーレディオ.com